はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、本日10月30日ですね。はい、こちら画像に映っているシーサさんの木軸ペン図鑑ですね。はい、こちらの方が販売となりました。まあすでに予約されて買われてる方多いのかなと思います。はい、Amazon さんとかね、楽天さんとかでも買えますし、多分今日から書店一部では取り扱いあるのかなと思います。まあ木軸ペンということで、野原工芸さん、クラフトAさん、まあ他の方々メーカーさんを含め、シーサさんが持ってるね、工房節のペンも載っておりますので、またよろしければご観覧していただければなと思います。はい、で僕の取扱店舗さんですね。はい、まあ長澤さんとか、今度やるストーリーストーリー横浜さんですねとか、まあ各店舗結構な店舗に少しこちらの本置かせていただいております。書店にいない場合は、もしよろしければ僕の取扱店ですね、愛知県だとペンズアレータケシさんとかね、少し置いてありますので、またよろしければ文房具屋さんでもお買い求めできますので、よろしければ手に取って見ていただいて、できれば購入していただければなと思っております。はい、まあそうですね、まあ紹介たくさんあるんですけど、僕とシーサーさんとですね、野原工芸さんで3人でね対談した内容もまあちょっと掲載されておりますので、またよろしければ見ていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、そしてもう一つお知らせが、ふるさと納税ですね。岐阜県羽島市、私工房節の地元でございますが、まあこちらの方に今年8月からふるさと納税の返礼品としてまた復活させていただきました。今回はルーチェペンとペンシルのみとさせていただいております。まあペンシルの方がね、ちょっと売り切れになってしまって、ルーチェペンも残り少なくなってきたんですが、少し、はい、追加させていただいております。本日より追加ね、ペンシルの方少し追加と、はい、新しく欅の、はい、縮み目ですね、今これはペンシルなんですけども、ルーチェペンとペンシルの方、はい、改めて追加させていただきまして、本日よりアップしてるかなと思いますので、よろしければまたふるさと納税ね、余裕ある方ぜひぜひしていただければなと思います。はい、欅の縮み目はペンシルとルージェメント両方です。はい、こちらのふるさとチョイスとフルナビですね。フルナビの方ですね。はい、こちらの方ですので、またよろしければお願いいたします。在庫ね、ざっくり来ておりますよ。はい。まあ、こんな感じ。ペンシル、うん。まあ、少しか、めちゃくちゃというわけではないんですけど、また少しちょっと、はい。追加させていただきましたので、こちらね。まあ、ルーチェペもまだあります。はい。はい、こんな感じで追加させていただきました。また12月にも、神代欅の方を追加させていただく予定ですので、いつになるかちょっとわかりませんが、まあ、11月中には、はい、また神代欅の方ですね、スタンダードの方になります。はい、そちらの方が少し追加になりますので、またお待ちしていただいて、余裕がある方、岐阜県羽島市の方にふるさと納税で寄付っていうんですかね、うん、していただければ嬉しいです。ではでは、またよろしくお願いいたします。